はい、皆さんこんにちは、ワンダリング漁師です。信長内房総造戦国理史伝続きをやっていきましょう。明智光秀で始めて、今は、光秀亡き後秀光になってますけども、この後信長に対して独立戦争を仕掛けていくというところで、今回はですね、いよいよ準備編、今持ってる城ですね、いくつかありますけども、この城を強化していくと。今地盤としては関東から東北にかけて、一定の領地を持っている状況ですので、この状況で開戦、独立、信長に謀反を起こしていく上で重要になってくる要素としては、まずは、織田家と同盟関係にある家康、徳川家ですね、こちらと同盟関係を解消させて戦争状態を起こすというのとですね、今現在最上家ですね、こちらにある最上家、東北で唯一残っている大大名と言っていいと思うんですが、この最上家と手を結ぶ。であと西側、もう九州の島津しかいないんですが、この島津とも手を結ぶというところですね。ここは必須になります。それと信長軍が、退去して押し寄せてくることが想像できますので、城の防御力を固めていくというところになってくるかなと思います。ですので今回は改修系とかをね、主にきっちり、やっていければいいかなと思ってます。今はもうとにかくね、城をとにかく大きくしていかないといけない段階に入ってきてますので、城を大きく大きくしていきましょう。ただ城を大きくするにあたってもやっぱりそれなりに武将の数が必要というのもあるので、武将がいないとね、そもそも労力足らずでできないということになってしまうというのがあるので、そこをね、いかに解消していくかっていうところもね、重要になってくるんですが、そのためにはやっぱり武将の数を増やしていかなきゃいけないんですが、武将の数がね、どうしてもやっぱ足りないですね。ここまで急拡大領地をさせてきたので、そうなるとやっぱ優先的に強くしていかなきゃいけないのが城門ですね。城門は優先的にもう1にも2にも強くしていきましょう。で、城門がある程度整ってきたら、城門の次ですね、石垣とかそもそもの天守持ちの城に変えていくっていうようなところをやっていこうかなと思ってます。で、そういう意味で言うと、ある程度前回は移民をしてきたんですが、この改修に関しても。今回あたりはちょっと皆さん退屈されてしまうかもしれないんですけども、もう自分の手できっちりと改修を入れていきましょう。そうしないと、思うような改修をね、してくれない可能性がありますからね。で、根知城に関しては明け渡してしまって、新たに城を配慮しましょう。というところで、家臣提案で、天保かな、どの辺りに拠点を持つかなんですけど、八王子城とかこの辺りでもいいっちゃいいんですけどね、ちょっと選べませんね。これ以上選べませんになってしまってるのはもう城を持ちすぎてるからかな。となると秀光自体を、城をちょっと移動させましょう。最前線になるであろう玉縄、あるいはこの江戸あたりにちょっとね、移動させてくることも検討しましょう。で、徳川との同盟を破棄させるのに発言力が100必要だっていうのが今確認できました。なので100を残した状態にしつつ、さらに自らの領地の発展をさせていかなきゃいけないのかなというところもあるので、この辺りもね、しっかりやっていきましょう。ここ2つは武将情報になっていて、出陣できるような状態ではないですね。投資はちょっとやると危険なので進出をやっておきましょう。伊達の息の根を止めにかからなきゃいけないというのもあるので、そのあたりもね、ちょっと考えながらやっていきましょう。で、武将が2人以上いる城がもうほとんどない。
それが現状なので、まあ一人が一人の城を守るっていうね、結構その信長軍が攻めてきた時に城門を守りきれない可能性がある戦いを強いられるので、やっぱりその最前線になるようなところに関してはきっちり2人入れていきたいなと思ってます。でそのためにはやっぱり伊達配下の武将を確実に取り込んでいかなきゃいけないっていうのがあるので、伊達の息の根をね止めにかかりに行きましょう。まあ、この辺りも全員余すことなく採用です。上場を始めましょう。今先月の収支です。入ってきた武将たちを送り込んでいきましょう。この米沢城とかね、そもそも人がいないので、米沢城に人を日常から入れていきましょう。まあ、貝姫とかね、いますからね。あとは、人がいないところはもうないかな。となると、信長と国境を接する場面というか、信長と国境を接するようなところですね。には、一人ずつでは危ない。というか、そもそも、一人ずつっていうか三人入れとかないと危ないんですよね。なので、まあ、この重要拠点になる江戸とかに関しては三人武将を配置していきましょう。本当はね、全部の城に三人、山城に関しては二人でもいいと思うんですけど、それをやっていかないとね、かなり危ないんですよね。この甲府台にも二人入れていきましょう。この江戸を出資するっていうのはね、対信長戦線を維持するには絶対不可欠ですからね。あとはこの元桜とか1万5000も兵いるの、この辺りも危険な城だな。とても放っておけない城ですね。もう甲府台とかちょっと攻略するのできるのかな。本当になんかとても攻略が可能な城とは思えないですね。1万5000の兵を抱えた城を攻略しなきゃいけないってなると、これで房総半島と関東に持ってる城、この4つに関しては3人配置が可能になりました。で次織田城ぐらいまではじゃあ3人配置にしておきましょう。であとはこの後ですね、きっちりと自らの手で伊達政宗の息の根を止める。政宗はっていうと今武将数でいうと60も武将いるのか。この武将を手に入れるとだいぶ違いますよね。最上がね、あんまりもたもたしてると滅んじゃうっていうね可能性があるので、そうそうもたもたはしてられないんですよね。最上勢が滅びてしまうと、それこそ一大事。さあ、それでは伊達領に向けて出兵をしていきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。で、その前に例によって回収ですね。あたりもどうかな。もう3層天守になってるのか。じゃあ4層天守にしちゃいましょう。やっぱり3人いるとだいぶ違いますよね、はかどり方も。出丸出城を作ったんで天守は今回収中。この辺りは人手不足になってるのかな。きっと人がいないってなっちゃってるんですよね、きっとね。織田城はまだ人手不足か。ただ武将数はいるのでちょっともう一度確認しましょう。本当に城の回収だけはきっちりやっとかないとひどい目に遭いますからね。石垣で丸やって車が作れるかな。作っていきましょう。
で、ここは今できないね。武将の数がいないので、あ、できるようになってる。そしたら兵土堀に変えていきましょう。ここも堀を変えていきます。もうここでね、信長の軍勢と戦うことが前提になってますからね、きっちりとお城を強化していかないと危ないですよね。規模を7段階目まで上げていきましょう。134日かかるのか、結構かかりますけどね、やっとかないと危ないのでやっていきましょう。このあたりもね、もうこっちの意図を苦にしていいようにやってくれてもいいんですけどね、ちょっとそこまでね、さすがに賢くないですよね。さあ、では建設を委任して出兵していきましょう。60人の伊達政宗配下の武将のうち半分でも取り込めれば、だいぶその武将数っていう意味では潤ってきますからね。で、出兵していく部隊はっていうと、できるだけですね、信長と国境を接していないようなところを中心にやっていきたいなと思うので、必ずこの利府城を経由していきましょう。利府城を経由して、そこでなんとかその一度補給をして、その上でこの海路を進みましょう。どうしてもその兵糧がね、心配にはなってきますからね。八戸と他いくつかね、城を攻略していかなきゃいけないですからね。あともう一つ言えるのは、優秀な武将ばっかりではないので、信長と国境を接するようなところ、あとは大兵力があるような城に関しては、ちょっと配置転換をして優秀な武将に変えていく、っていうところもね、今後当然必要になってはきますね。やっぱり戦闘力が高い武将に大軍勢を引き入らせた方が、その信長の大軍と対峙した時にも全然ね、戦い方変わってくるんじゃないかなと思いますので、あとは兵力を蹴散らずに、ある程度今回で終わらせるぞっていうね、最上勢がきっと伊達の援軍として現れるんじゃないかなと思いますので、それを避ける意味でも、まあ、今回ね、もう終わらせると。それくらいのね、意気込みでやっていきましょう。で、他兵を出していないところがあれば、もうそこからもザコザコ兵を出していきましょう。まあ、やっぱ注意しなきゃいけないのが最上勢ですね。最上の援軍で消耗してしまい、結果城が落とせないっていうのを一番心配しているところなので、そうならないようにある程度しっかりとした軍勢の数を送っていきましょう。ここはなので、まあその不本意ではありますけどね、関東近辺からも兵を出していきましょう。結果的にそれの方が早く決着するんじゃないかなと思いますんで。で、どっかで詰まったりするので一旦これで進めていきます。で、その間に兵が余っているところから、戦場で華麗に舞いましょう。どんどん兵を送っていきましょう。で、結果的にね、
その兵力が余ればそれは帰らせればいいだけですからね。まあ、その伊達も最後の抵抗で当然政宗とかね出てくるだろうし、最上勢もかなりの軍勢をきっと送ってくるんじゃないかなと思うので、ここでね最上勢と小競り合いをして兵糧を食い潰すっていうことはね避けたいですね。あ、ただここは津軽と最上が小競り合いしてるな。こういうのね大歓迎ですね。回収をねやっていかないと危ないですからね。まだ堀が完成してない、とどうにもならないかな。ここも石垣中だよね。天守を三層天守に改造しましょう。そしたらで車は今作っているのでいいでしょう。ここは今堀をちょっと作んなきゃいけないけど規模が小さくてまだ無理だな。そしたらここはまずは堀を強化していきましょう。土堀に変えていきますかね。こんなとこかな。これでじゃあ進めていきましょう。あとはさっきから繰り返しになりますけど、伊達の攻略戦がねどれくらい手こずるかというところですね。まあもうこれで結構な軍勢の数は繰り出していっているはず。 4,5 万ぐらいの軍勢は出してるんじゃないかな。推し城とか川越城とかの軍勢1万岩月、まあ、この辺りはちょっと温存しておきたいのでこのままでちょっと様子を見ましょう。これでどれくらい攻められるかっていうのをちょっと見ていきましょうかね。まあ、信長に謀反を起こして勝てるのかどうかっていうところもありますけどね。もうここまで来たらやらざるを得ない。ここででもだいぶ時間食ってるね。そしたらここで無駄に時間を食うのはもったいないのでちょっと迂回させましょう。通るとかなり兵力を消耗するのでそれはやめましょう。誰かが最上城を通るルートを選択してるのはでも誰だ、やめてほしいね。あれはちょっと後で確認しましょう。誰かが最上城に侵攻しようとしてるんだったらそれはちょっと全力を持って止めにかからないと。一度兵糧を補給しとかないと兵糧切れを起こしますね。この感じだと最上勢に対して停戦とかしとけばよかったのかな。そしたらねその一時的にでも動きが変わってきたのかなっていう気もしますけどね。ここで無駄な
兵糧を使うのは馬鹿げているので、ちょっと初めからね、この最上の国境を通るっていうのを想定して、当然ルートを選択したんですが、それでも最上がシャシャリ出てきましたね。やっぱりシャシャリ出てこなくていいんだけどね、そこに関しては。ご命令を。先月の終始です。回収回収回収をしていきましょう。堀の次は石垣、うん、縄文の次は石垣ですね、順番で言うと。こんなところかな。よし、これでいいでしょう。あとは建設系は委任をしてやりたいところでやってもらいましょう。これで伊達戦線の方に戻っていきます。こいつも伊達に戦いを挑もうとしてるな。そんなことはおやめなさいと。伊達じゃない、最上、最上と戦うのはやめましょう。将来ね、結ぼうとしてますからね。津軽も伊達の味方をする感じだな、これだと。兵糧切れを起こして苦戦するのは目に見えてきたな。となるとちょっと考えた方がいいのが、川越城とかにいる部隊をちょっと出し惜しみせずに送っていきましょうか。押し城の1万7000とか出していきましょう。ちょっとね、これ出しておかないと危ないかなって感じがしてきましたね。まさか伊達がね、あんな僻地に城持ってると思わなかったですからね。の領地へ攻め込みましょう。これで総勢10万ぐらいの軍勢になってんじゃないかな。表情を始めます。先月の終始です。回収していきます。
ここも石垣に変えていきましょう。石垣まで作れたら今度出丸ですね。包囲戦にされる可能性が非常に高いので、まあ石垣まで作ったら付け城というかね、城を包囲されても出陣ができるような環境をね作っておかないと、包囲されたらもう本当にね何もできない、軍勢がいても出陣すらできないっていうことに、ね、なりかねないので、ここはしっかりとやることをやっていきましょう。ここはもう何もできないね。よし、そしたら天守も改装して今やってるというところで、こんなところになりますね。ちょっと今回ね本当に地味な、戦いというかね絵になってしまってるので、退屈されてる方いらっしゃると思うんですけど、ここはねもう謀反に備えて非常に重要な局面になってますからね。あとは兵糧を切らさずに伊達領までたどり着けるかだな。もう兵糧が心もとないとか言い出してるもんな。出るぞ。ただ伊達を潰さないともうどうにもならない。絶対に勝ち目がない。命令を。先月の武将数が圧倒的に足りなすぎるので、そこはねもう我慢して我慢して攻め落としましょう。もうね兵糧が切れて軍勢がヘバヘバヘロヘロになったとしても、それでも落とさなきゃいけないのがこの伊達の城ですね。表情を始めます。先月の終始です。今多分回収中のところが多いと思うので、今回のターンはもう全部移民で進めちゃいましょう。さあそろそろ伊達の領地にたどり着く舞台が一つ一つでも出てきてくれると。出陣するぞ。たどり着いた舞台が出てきたね。表情を始めます。敵の数はというと味方はもうヘロヘロだよね。みんなね政宗16,000。この16,000相手に厳しいな。続きなさい。これはどうなんだろう。たどり着ければあるいはって感じもするけどね。表情を始めましょう。先月の終始です。さあどうだ、たどり着けるか。出陣するぞ。これはもう離散していってるやつのが多いね圧倒的に。いやーやっぱり足りないか。いやーこれは厳しい戦いだな。どうすりゃいいんだろう。我が戦お見せしましょう。兵糧が足りなすぎて話になんないね。この政宗の15,000に勝てる気がしないな。なんか他の手を考えないといけないな。表情を始めましょう。先月の終始です。となるとやっぱりここはもうじりじりと伊達領に迫っていくっていうのしかないな。もう信長がだって制圧するでしょう。伊達領も含めて。でいつの間にか伊達領ここ増えてるし。ってなるとちょっと作戦を見直しましょう。今まではこの三陸沖を進んで伊達の本拠地を狙うっていう作戦でしたけど、それをやる意味が今ないですね。なのでこの角方であったのかな、ちょっと読み方確認しましょう。角の伊達城に集結させて、角の伊達から
伊達の本拠を狙うっていう方が良かったな、今更だな。ただそれは善を急げというのもあるんで、今軍勢に余裕がある部隊を角の伊達に集結させましょう。これもし政宗を仕留めるのが自分じゃないってことに万万が一なると、これ信長の配下の武将がさらに強化されるというだけで何も得るものがない、非常に悲しい結末になるので、それを避けましょう。という意味で角の伊達に軍勢を集結させていきます。今回無理な出兵をさせなかったところに関しては、角の伊達と、そうだな、この横手城、この辺りに軍勢を集結させます。で集結させた上で一気に伊達領へ進行していきましょう。これしかないな。で伊達の息の根を止める、自らの手で。それをしないと本当にこの先信長に反旗を翻して一矢報いるなんて夢のまた夢ですね。よし、こんなところでほぼほぼ軍勢は出したかな。ちょっとね、今の戦い、三陸沖を進むっていう無謀な作戦立案をしたことによってだいぶ兵を消耗しましたね。まあ馬鹿げた作戦だったということだな。まあ今となってはというところなので、まあもう気持ちを切り替えていきましょう。本当にね、無駄にした兵力がどうだろう、10万近くは無駄にしたんじゃないかな。こんな愚策を行った殿様にどれだけの家臣がついてきてくれるんだろうっていう疑問もありますけど、ここはめげずに何が何でも信長の息の根を止めるべく織田家を潰すために頑張っていきましょう。で今回は回収ちょっと自分でも入れていきましょう。そろそろ、ここはまだだね。この辺りはもうできるようになってるかな。石垣もできたんで出丸を作っていきましょうというところで、やっぱりね、その労力不足というか武将不足ですよね。こういうところも武将の数がいればやれることが増えてくるんで、一気に城の改修も進んだりするんですけどね、やっぱり今武将不足に陥っているというのがあって、やれることが非常に限られてきている。山城とかに関しては、まあ、冒頭からお話しているように、まあ、最悪1人でもいいんですけど、あ、2人でもいいんですけど、平城だと城門が3つあるんで、3つの城門を守るにはどうしてもね、3人最低武将必要ですからね。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。ご命令ください。先月の終始です。ここは回収を否認でパーンとやっちゃいましょう。何を回収してるのかという結果はね、ちょっと教えてほしいっていう本音はありますけどね。ご命令ください。先月の収支です。
ちしろ。ここで津軽と戦闘になるのか。表情を始めましょう。今はね、津軽を相手にしてる暇はないんだよね、正直言って。ただこの津軽も最終的には潰しとかなきゃいけない感じにはなるのかな。加勢します。ここで兵力不足になるっていうのは、さっきの三陸沖を進むっていう無謀な作戦立案が響いてきてますね。ただここまで来たらもう本当に力押しでどんどん攻めていかないと、本当に武将不足のまま戦いがままならずに、信長が全国を統一してしまう方が先になっちゃいそうな、そんな局面になりつつあるので、ここはもう多少ね、力押しでもいいので、伊達を自らの手で滅ぼしにかかりましょう。助立ちします。助立ちしよう。我らも加勢する。遊びは終わりだ。これが戦の作法よ。絶対にやっちゃいけないのが、信長の援軍で援軍に滅ぼされるっていう時は、お味方が討ち死にしました。絶対に避けなきゃいけないので、逃げたければ逃げなさい。出陣する。我らに撃てぬ敵はありません。加勢いたします。敵将捕らえたり。承知いたしました。承知いたしました。よし、ここで補給されたね。補給されたらもう間髪入れずに次の城へと向かっていきましょう。最後に政宗、1万超えの政宗が控えてますからね。先月の終始です。その政宗を息の根を止めるためには、自らの手で城を落とさないといけないですからね。止まれ、待機せよ。出陣します。止まれ。こことかもうすでにね、別の軍勢の城にされてますもんね、どう見ても。承知いたしました。これって非常に不本意ですよね、こっちからすると。自分で落としたはずの城を、攻め始めた城だけど信長にかすめ取られるっていうね。かしこまりました。我に撃てぬ敵なし。出陣する。ご命令ください。報告いたします。かしこまりました。加勢いたす。
敵将を捕らえた。加勢いたしますぞ。止まれ止まれ、待機せよ。我らに撃てぬ敵はありません。かかれ。これ正宗が出てきてんだろう、この感じだと。行状を始めましょう。報告いたします。出てきてるね。あ、何、もしかして色が変わった？そうね、色が変わったんだ、自分の軍団の色が。だからさっき取った城は自分で取ってますね。この、ま、槍山城で合ってますか。この槍山城は檜山城ですね。檜山城は自分の城になってます。大丈夫でした。逃げたければ逃げなさい。まずいな。信長の方が進行が早いぞ。信長の方が進行が早いんで、もう各城に、伊達の各城に兵を送りましょう。先に取り付かないと。先に取り付くっていうのが重要ですからね。危ないな、本当に危ない。さっさと蹴りをつけないと。ここはやっぱり取られたか。信長に取られたので、残りの2つの城だけは絶対に明智家が取らないとまずい。お任せください。信長より先に取り付け。出陣するぞ稲の者。続け。よし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 。最後のあの城だけでも取れればいいので、ご命令ください。ちょっと軍勢を遠回りさせましょう。まずこの、うわ、こいつ430しかいないのか。430しかいないんじゃ危ないな。まずは北に回り込ませて、この八戸を狙いましょう。でこいつも北に回り込ませて、八戸を狙いましょう。お任せください。で、取り付く島もない状態にすれば、いいわけで、こっちが、承知いたしました。援軍を信長の方に出す必要は全くないので、全部下がらせましょう。これでいいでしょう。遊びは終わりだ。出陣するぞ。始めろ。バカ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 、お前はこっちよ。かしこまりました。出陣します。出陣するぞ。行状を始めましょう。力攻めを始めてるな。間に合ってくれ。よし、あとはここを先に落とさせればいいので、こっちが先に落ちるのを待てばいいね。というわけで攻めずにここで待機させましょう。今攻め落とすと逆にあっちの方が早くなっちゃうんで、兵糧がちょっと心配だけど、ここで待機させましょう。止まれ、待機せよ。あなたのためになるのなら。行状を始めましょう。先月の終始です。大丈夫か、ここがまだ落ちないのか。こいつがどっち行くかだな。
心配なので一旦こっちに兵を少しだけ出しましょう。承知いたしました。やっぱりこっち来たか。待機せよ。こっちが先に入れればいいけど、これかなり際どいな。水戸城の方が先に落ちるようなことがあると、どっちだ、よし、先に打点じゃない、こっちが落ちた、水戸城が落ちたので、ご命令ください。最後にこっちを落とせば伊達配下の武将がこちらになるはずだ。ちょっと確認しましょう。出陣します。ここに来て兵糧不足か、大丈夫か。ご命令ください。報告いたします。まあ6000あれば大丈夫だな。よし、このまま行きましょう。出陣します。よし、伊達を滅ぼした。これで一気に武将の問題が肩がつくぞ。敵将捕らえたり。よし、そしたらもう全員騎乗で、あとは信長に対して2本を仕掛けるタイミングを待ちましょう。というところでちょっとね、今回暑くなってしまってだいぶ時間長くなってしまいましたけども、一旦ここで終わりにしてですね、次回いよいよ信長に対して反旗を翻すその瞬間をぜひぜひお見逃しなくご覧いただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。